大浜長照は日本の政治家、医師、元沖縄県石垣市長。2006年陸上自衛隊第一混成団音楽隊のコンサートについて石垣市民会館の使用を不許可にしたことがある。2008年にも同様のコンサートが開かれたが、この時は自衛隊誘致を目指す民間団体や山防衛協会が主催する形だったため市民会館の使用を許可している。 石垣市長であった2008年12月、石垣市議会で日本政府が日本固有の領土と主張する東、シナ海の尖閣諸島について日本、中国、台湾で共同で研究調査すべきだと発言したことが明らかになった。また、米軍機の石垣空港の使用に関連して自衛隊も米軍も基本的には軍隊だ。 人を殺すための国家の物理的な暴力装置だと述べて物議を醸し発言を撤回した。2009年10月15日以降、元石垣市職員の女性が自身のブログで2002年9月16日午前4時に前日に開かれた石垣市主催の敬老会の打ち上げの三次開会,会場の料亭で当時石垣市長であった大浜から性的暴行を受けたと告発を行った。 2009年10月26日以降、被害を受けたとされる女性が、日本文化チャンネル桜に出演して一部始終を告白した内容が放映された。この女性は、暴行を受けた後、家に帰ると娘に伴われて病院に駆け込んで、治療を受け、そのカルテが残されているとしている。また、日本文化チャンネル桜は、大浜は、 事件後に女性に50万円を振り込んでいると報じた。大高美紀によると、女性は告発後に中傷などを受けるようになり、心臓発作を起こして入院した。女性のブログは後に閉鎖されている。一方、大浜は2009年11月3日に会見を開き、疑惑を事実無根と否定するとともに、一方的に誹謗中傷されているが、法的対抗措置を取るため準備にかかって、今日に至った。 この件に対しては法廷で裁いてもらおうという態度で一貫していきたいと見解を表明した。これに対して被害者とされる女性は全面的に戦いたい。一旦出した真実は隠すことはできない。命を懸けて対応すると述べている。その後、同年12月18日に大浜は那覇地方検察庁に名誉毀損事件として刑事告訴している。 ありがとうございます。